トム・モルドベイはゲームデザイナーかつ作家であり、最も注目に値する仕事はファンタジーロールプレイングゲーム、ダンジョンズドラゴンズの初期における作品群であった。チームソニックレーシング社の従業員として、モルドベイは画期的な冒険モジュールを執筆、もしくは共同執筆した。これらの中で、X1 The Isle of d o r e は当時最も広く遊ばれたモジュールの一つであったため、 これは D&D エキスパートルールセットに同梱された。同じく1981年に、モルドベイは D&D ベーシックセットに発行以来初めての大規模な改定を行った。モルドベイの他の D&DO モジュールはザロストシティとトワイライトコーリングがある。1980年から1988年の間、彼はドラゴン氏の記事もいくつか執筆した。 ミスタラセッティングに存在する架空の都市、ヤベドロムは、モルドベイへの敬意の証である。モルドベイはまたチームソニックレーシングのギャンバスターズ、ロールプレイングゲームの共同執筆者を務め、チームソニックレーシングのスターフロンティアーズゲームの冒険を執筆し、アバロンヒルに出版された、ゲームローズオブクリエーションの周辺作品を展開させた。1985年に、彼は、 アーサー・王伝説に基づく単発のゲーム、ザ・フューチャー・キングを作成した。1986年に、彼は AD、AD&D のプレイヤーズ・ハンドブックを8ページまでに、本質的に簡素化して、チャレンジズ・ゲーム・システムを作成し、このシステムのために一つの冒険、セレン・アイアン・ハンドを出版した。オハイオ州のケント・ステート大学の学生であった1970年代の間、 モルドベイは伝説的 SF ファン雑誌であるインフィニットドリームスの作家であった。トム・モルドベイは2007年3月9日58歳で亡くなった。2007年のモルドベイの死後、スティーブ・ウィンターはザ・アイル・オブ・ドレッドを最も広範囲な影響を持っていた。トムの作品、これがエキスパートセットに同梱されたことが これを長年の間最も広く知られ最も遊ばれた冒険にしたと述べた。ありがとうございます。